な。スペースシップ、スペースシップに乗れたんだよ。くらいなんてことないでしょ。いやリンゴの気持ちもわかるよね、カー君。グググググググ、すっごーい、こんな場所見たことないよ。興奮が収まらない。まさに SF です。SF？ ああ、気にしないでください。S たちはここで暮らしてるんだよね。まあ、そうね。めちゃくちゃ羨ましいです。そう？そんなに？心の底から全力で！まあ、S たちにとってはなんてことない場所だけど、そこまで言うならテト号内部を紹介してあげるわ。やったー、 S やっぱり優しい。知ってるわ。まずここは共有スペース。クルーたちが集まって会議をしたり、時間があるときはお互いの腕を高め合うためにトレーニングしたりしてるわ。トレーニングって何の？あのね、決まってるでしょ、これよ。わわ、いきなり勝負？フレイム。
ね。サイクロワール。何するのよ。アイラッシュ。よく見て。私はいつもこんなことしてるんだね。まあね。特にたくさんトレーニングする人とかいるの？はあ！エスったらエスったら、のんきにアミティの相手してる場合じゃなかったわ。何より大切なことがあったじゃない。
の人にただいまのハグをしに行かなきゃ。じゃあ S はこれで、あとは T 任せたわよ。おい S、 ビビビビ行っちゃった。 S かなり慌ててたけど大丈夫かな。グググググググ、多分問題ないよ。 S が向かった先には心当たりがあるから。ピッピー、そうなの？ああ、それじゃあ気を取り直して俺たちの仲間やテト号の紹介をしていくよ。ピッピピー、俺が相手だ。ここがバイオ室だ。クルーたちの食料を育てている。気が向いたら散歩に訪れる癒しの空間でもあるな。そしてビビ、アイどうしたんだ。何事？今服を着た二足歩行の犬が泣き叫びながら全力で目の前を通過していったような、目の錯覚。いや彼は、ヤハハハハ、おいワンちゃんどうしたの？そんなに怯えてどこ行くの？今日はまだ何もしてないっしょ。頭からバケツ落としてないし、目の前でクラッカー鳴らしてないし、食べ物に石を混ぜてないし、なんにもしてないっしょ。ジェイ、エル、ピピピピと思ったら息つく暇もなく、テンション高めの二人組がすっごく似てるし息ぴったり。双子さんかな？でも言ってることがちょっと不穏じゃない？グググググ。とりあえず紹介は後だ。ジェイ、エル、またお前たちか。あれ？ T だ。どうしたの？あれ？ T が怒ってるの？さっきアイが怯えて逃げていったのはお前たちがいつものようにアイにいたずらしたからだろ？ビビビビビ。ブーブー。決めつけ？ブーブー。さっきから言ってるじゃん、今日は何にもしてないって。本当か？本当だよ。愛が怖がったのはジェイとエルじゃなくて。なるほど、他に理由があるなら教えてくれ。疑う T には教えない。遊んでくれない T には教えない。やれやれ、遊べばいいんだな。話が早いじゃん T。 早速始めるよ T。 ああ、それじゃあテトリスで勝負。
クワク。ダブルミラー。
ブルミラー、ワクワク。戦ならいつでも受けるよ。負けちゃったね、エル。でも楽しかったね、ジュイ。改めて紹介するよ。彼らはジェイとエル、テト号のクルーだ。あれれ、よく見たらたくさんのお客さん。はじめまして。イタズラエンジェル、ジェイとエルだよ。見ての通り少し騒がしいが、少し二人で手をつなぐと不思議と勘がとても鋭くなって、テト号は彼らに何度も救われている。ブイ、ジェイ、エル、それでアイは一体何を怖がってたんだ？テト号の中に怪しい存在がいたって。僕たちのことかな。ググ多分違うよね、エル。違うと思うよ、ジェイ。アイが言ってたのはもっとこう迫力があってゾクゾクするような感じだったって。それってどこで見たって言っていたんだ？そこまでは知らない。愛に追いついて聞くしかないんじゃない？見たのは愛だけだし、それしかないんじゃない？よし、わかった。みんな、愛を、さっき逃げていった彼を追いかけよう。はい、来た、どんどん。ピッピピピ。俺が相手だ。ジュ
隠れて震えているワンコを発見。あのさ、ティー、彼の名前はアイって言うんだよね。ああ、そうだ。違う。ビビビ。彼はペットなんかじゃなく、テト号のエンジニアだ。あれがエンジニア。この船大丈夫？そう言うなよ。アイは少し怖がりだが、とても優秀なんだ。アイ、留守にしていて悪かった。俺だよ、ティーだ。もう怖くないぞ。だから話を聞かせてほしい。話を聞く。アイは話せるのかな。カー君みたいに通じ合えるのかもしれないよ。私たちにも怯えていますね。取り付く島もない。しまった。そうか、すまない。混乱している上に初対面の人がたくさんいるからな。なしですが、どうします？ま、あれしかないよな。ピピ、やっぱりそう来る。行くぞ、アイ。この勝負で立ち直ってもらう。テトリス勝負だ。
ド。ビューティフォン。サイ。ビューティフォン。さて、ビューティー。
Beautiful. ならいつでも受けるよ。T、取り乱してすまなかったね。もう大丈夫か？ああ、とてもいい勝負だった。すっかり落ち着いたよ。僕たちの艦長 T、 君に心よりの感謝を伝えたい。よかったよかった。どうしたニゴ？予想以上の立ち直りっぷりに
クションを取り損ねているだけだよ。それで僕に何か聞きたいことがあるのかい？そうだった。アイ、君が見たっていう怪しい存在について教えてほしい。どこで見たんだ？あれは確かエンジン室へ向かっていたような。エンジン室？ビビビ、まずいぞ。エンジン室はテトゴの心臓だ。何かされたら。急ごう、ディ。グッググー、ゴーゴー。そうだな。はい、それじゃ。ああ、ところで結局あの少女たちは一体。Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.